マーグです。おはようございます。ウランです。エアです。トヨイです。はい、というわけで本日は心温まる動画でございます。お好きよ。なかなかないですもんね、私たちの動画で心温まること。今回はでも、まあ、日々の感謝の気持ちを伝えようという、はいはい、とてもいい企画となっております、はい、今日の企画、家族孝行をしようです。おお。私たちは親が来てくれたりとか。そうだね。もう帰ってないよね。帰って、だってそれこそやパパにだって会ってないもん。ママはそういうイベントのやつに来てくれたりするけど、うん、パパに会ってない。まあその実家に帰ろうじゃないですけど、それも踏まえつつ今回は日頃応援してくれてる家族のみんなに感謝の気持ちを込めて家族孝行しましょうという企画になっております。帰れるんだ。じゃあそうなんです。そこが一番嬉しいことや。しかもなんと今回は2泊3日帰ります。いや待って、エアはね結構もうちょっと帰れるかも。エアちゃんは3泊4日私はちょっとその1泊目、うん、仕事で、うんうん、ホテルなので実家には帰れないんですけど、うん、2泊3日、うん、帰れます。嬉しい ね。何してあげたいの。それで親孝行ね。あ、帰ること自体がね、うちらが嬉しい、ね、顔見せることが親孝行です。じゃあもう撮んなくていいね。もうそれで顔見せればいいんじゃない。見せる。ただいまで、ただいま帰ってきて、でも終わりだ。まあそれを全然多分それで十分って言ってくれると思うんですよ、うんね、うちらのお母さんっていうか、うん、もうみんなのお母さん、うん、お父さんもそうですけど、まあ、それでプラスなんかあればもっとこうハッピーなんじゃないかなって、うん、もう作戦立ててますか。あ、もう立ててます。おー、多分うちちょっとだけ聞いたんですけど、うん、泣いちゃうかもしれない。そう本当に。うち多分あさみがあんなことするなんて気になる。可愛らしいです。そう本当にね、あの目がなるわけだよ。けなげな姿が見れるんじゃないかって。今日も見れますよ。とってもけなげ。あ、そうなんだ。うちらなんか日じゃない。え、そう。もうじゃあうちらいいんじゃない。もうじゃあ。遊びの家族っぽい。それでいいもう。私はまあやっぱり家族ってプレゼントしたものって使ってくれないんですよね。あ、わかる。わかりました。あげてるじゃん。だって。あ、そうなんです。うん、ごめんなさい。こいつがね。やっぱ。なんかもったいないっていう気持ちになっちゃう、うんうん、でもやっぱ物で残してあげたいじゃないですか、うん、その形として、うん、もう計画全部言っちゃう感じ。ちょっと匂わせです。何も言ってないでしょ。プレゼントってこと。あ、違います。あ、違うんだ。あ、もう匂わせです。滑らせないよ ね。あ、まだ、え、滑ってます、うん、ちょっと危ない。危ないです。実行まであと数日なんですけど計画してないみたいなんですよ。それちょっと困る。聞いたんです、2、3日前も。何すんのって。マジ何すんの。楽しい。そうだから。あ、そうだね。それじゃ困んのよ。そう、まあ、それでこれ2本立てだからちゃんと尺ないとなんですよ。わかります。だからせめてあの考えてるとこだけでも回すってもらっていい。そうだ、うん、ちょっと1時間使う。いやだけ腰しかしません。でも必要だよね多分。うん、うんってやってみようかな。そうね、思いついたとことかも、うん、あとりあえず1時間は素材撮っといて。まあいろいろと結構盛りだくさんで、うん、今回はちょっと長めに撮っていきたいし、うん、例えばお母さんとして喋ってるとことかも、うん、なかなかこう見せることはないと思うので日頃の感謝を伝えていただいて、うん、ほっこりした動画になるかなと思います、はい、それでは早速やっていきましょう。せーの、マグネット。はい、ということで皆さんこんばんは、めいめいことあさみめいです。はい、今日は親孝行の日ということで、私はちょっと何をしようかなっていろいろ考えたんですけど、沖縄の料理食べる動画で最近食べた美味しいもので、私ママのチーズケーキっていう話をしたんですけど、それをちょっと作りたいなと思って、私がねママにってことで、それを明日渡すべくちょっと前日の夜のうちに作っちゃおうっていうね計画を立てております。で、なんかそのレシピはあのお母様に LINE で聞いて送ってもらったので、それ通りにちょっと忠実に作っていきたいと思います。なんか最近料理モチベは高い方なんですけど、まあでも別に作ってるわけじゃないんで、で、そのなんかうちにケーキ作るさ機械とかが何もなかったから、とりあえずアマゾンでいろいろ注文してや
ったんですよ。なんでね、まあ材料とかは揃ってます。これは今土台を作ってます。はい、ここにバターを投入します。うわ、なんかもうこれだけでめっちゃいい匂い。この前実家帰ってきた時に小説読んでたの、東野圭吾さんの希望の糸っていうのを読んでて、でなんかそれがめっちゃ面白くて、なんかいいとこだったから家で読んでたのね。そしたらなんかお兄ちゃんが帰ってきて、え、なんでメイ本読んでんのみたいな、なんか見慣れない光景だわみたいなことを言ってきたの。そしたらなんかママがめっちゃ真剣な顔で、え、何言ってんの、メイは文学少女だよって言ってました。なんかもう自分のこと文学少女って思ったことなかったから、あ、メイって文学少女なんだってその時思いました。でもマジ本読むのはね、最近すごいハマってんの。着々と進んでいます。なんかお菓子作るのとかいつぶりだろうって感じ。実家にいた時にママのお菓子を食べることはあったけど、自分で作るってことはなかったんで。砂糖 150g だって。砂糖そんな使ってんだね。やばい、みんな完璧すぎる。見て、すっごい滑らかになったわ。クリームチーズが入っていたとは思えないぐらい。全てはこの機械のおかげ。なんかとりあえず形から入ろうと思ってなんかこれ買ったんですよ。なんか思いのほかいいわこれ。完璧、私ってできる女ってことで、これをできる女はここでこすことで滑らかに仕上がるってママに言われました。これめっちゃ簡単。混ぜて入れるだけ。これで美味しくできたら私は感動しちゃうよ。うわ、でもなんかめっちゃいい感じな気がする。皆さんもうちょっとで焼き上がります。皆さんにも特別に焼き上がりをお見せします。焼けてるかな、ちゃんと。それでは、オープン。うわー、すっごい膨れてる。大丈夫かな。なんかすごい液体を感じたからもうちょっと焼きます。焼けたらすぐ出して型から紙ごと外して冷ます。はい、わー、見て、いい感じじゃない。これはもうあとは型から外すだけです。私の任務は緊急事態発生で、これ型から外してって言われたからさ、もう紙ごと持ち上げればいいってこと。そういうこと。やばい、重い。誰かヘルプ。ちょっと今だけは冷蔵庫の開けっぱなしに目をつぶってください。あー、え、これどうする。やばい、結構焦ってる。あ、なんか紙ちぎれてる。どうやって外せって言うんだい、これを。ちょっとなんか緊急事態だったので型から出しました。型に戻しました。これさ、そのまま冷やしていいのかな。なんか一晩冷やすらしいんだよね。せーの、はい、ということで冷やし終わりました。で、これはもう明日の朝なんで完成は、その時に皆さんにまたお見せしたいと思います。ということで、また明日の朝お会いしましょう。さようなら。おはようございます。まだ実家には帰らないんですけれども、私は何でもない日のプレゼントを買っていこうと思います。今ね、ママ来てるから、ママはもう何でもないのは伝わってる。欲しいの聞きますけど、うちにはママ、パパ、弟、ばあちゃん、ばあちゃんの妹と、ばあちゃんもう一人と、パパの妹がいます。プレゼントを買います。で、もう買いたいものは決まってて、弟とお父さんのはもうネットで、なんか弟には一応聞いたので、突然ね、電話で3万円以内で欲しいのあるって言ったら、あるじゃって聞けられて、何かなと思ったら、欲しいものがその後リストで送られてきたんで、その中から買えるものを買ってやりました。なんかいつでも買ってもらえるみたいなのやばくない？なんかリスト用意されてんで、パパには言うて誕生日が近いんですけど、プレの方は家族であるんですよ、一個渡すものが。でもそれとはまた別に私から必要なんじゃないかというものをご用意いたしました。あと、ばあちゃんたちは、ばあちゃんたちっていうよりか、家族のにね、プレゼントってやっても、使わないの！あ、もったいないとか言って。まあ、物あげても使わない人が多いんですよ、うちの家族は。なんで、おばあちゃんたちには消耗品をあげようと思います。久々にゆっくり帰れるので、ゆっくりって言っても、まあ、そんなゆっくりはできないんです。なんか帰ると予定詰め込んじゃうから。今からだから D
ディオール化粧品をばあちゃんたちに買ってあげようと思うので、ディオールさんに行きたいと思います。行ってきます。はい、というわけで今表参道にいます。ちゃちゃん、どさくさに紛れて自分のも買いました。ママは何にすんのよ。じゃあシャネルのビル買って。無理、シャネルのビル1棟8万円分ぐらい買いました。さぞかし喜ぶでしょう。はい、ということで親孝行企画なんですけれども、何も考えていません、私は。そしてとうとう明日帰るんですよね。えやばいよね、何もさ考えてないのと、なんか何をしてあげたらいいのかが分からなくて、動画でも言ったんですけど、私パパにもおじいちゃんおばあちゃんママにももう結構プレゼントをあげたばっかりなんですよ。だからなんかプレゼントまたあげるのかと思ったら、何をあげたらいいか分かんなくて、なんか作るとか料理作るとかにしようかなっても思ったんですけど、ちょっとそれもそれでむずいなみたいな。そう、なんで明日なんでちょっとね何も準備してないですよ。で今回ブーも一緒に帰省するから、ブーのものとかもいろいろ準備しないといけなくて、やばい、何も準備してない、めんどくさくてしたくないので、今おばあちゃん来てるんで、おばあちゃんと一緒に明日は帰ります。はい、てな感じで私の親孝行企画、皆様あやちゃん何するんだろうって多分思ってる方いると思うんですけども、最高の親孝行企画にしたいと思いますので、ぜひお楽しみください。それでは皆様お楽しみに、バイバイ、行ってきます。はい、皆さんおはようございます。今日は家族孝行の日ということです。何をしようと思ったかっていうと、チーズケーキができたんじゃないかなって思ってました。ちょっと私は今日実家に帰るついでに洋服持って行きたくて、夏服持って行きたいから、もう衣替えの季節だなと思って、だからねちょっと荷物が多くてどっかに寄るということができないんですよね。なんか昨日最近読んでた本読み終わったから新しい本読もうって思って、なんかその携帯で見れる本やってたの。なんか本当は本って紙派なんですよ。やっぱどんどんページ減っていくのが楽しいじゃないですか。その自己啓発本とか、なんていうの、マナー本とかそういうのだったら、まあ携帯で見るのもまあ全然いいかなって思ってるんですよ。移動中とかにちょこちょこね見れるやつ、それを昨日新しく見始めて、携帯でそれ見てたら、もうなんか夜中もふわーふわになっちゃって、起きるのが、あ寝るのがね、なのですっごい眠いです。はい、ということで準備していきます。やばい、一人でめっちゃ喋ってたのに動画撮れてなくて、くさってことで、ケーキを今取り出してみたんですけど、めっちゃいい感じです。じゃじゃん。まあちょっと周り焦げちゃったけど、まあ初めてにしてはいいと思います。で、まあ、何を話してたかっていうと、なんかすごい変な夢見たことをさっき思い出して、なんかうちでハロウィンパーティーをするって なってたのね。うちってこの家で、なんかわかんないけどメイは一人でハロウィンパーティーをしようとしてて、お兄ちゃんには言ってたの、メイが一人でハロウィンパーティーするって。そしたらなんかお兄ちゃんが来てくれて、なんか仮装グッズ持ってきたんだけど、なんかその仮装グッズがオリジナル T シャツとか作るやつで、なんか猫の写真を2つこう顔をこうやってプリントした T シャツを持ってきて、あとなんか仕事仲間みたいな人10人ぐらい引き連れてメイの家にやってきたの。でもメイはその日なんか急遽仕事が入っちゃったから、ハロウィンパーティーする予定が直前でなくなってて、でもなんかお兄ちゃんは来たから、なんかハロウィンパーティーを友達、お兄ちゃんの仕事仲間とやってましたよっていう夢を見ました。ってことで準備します。はい、ってことで今から家を出ます。そしてケーキを持っていきたいと思います。これちゃんと固定されるのかな。ケーキのボックス買ったはいいものの、なんかちょっと正直あんまり信用してないかも。え、怖っ、これなんか大丈夫か。じゃじゃーん、完成しました。これ持
っていきます。うちのバセにもお土産をこちら用意してます。おやつね、これもついたらあげますね、バセに。ということで私は今から向かっていきたいと思います。実を言うと今日ご飯に行く時間は夕方てか夜ご飯なので、ああ久々に今日はゆっくり寝ようかなって思ってたんですよ。なんかそのケーキとかもその終わった後に食べようかなって思ってた、なんか買っといてけど、まあ、せっかくの機会なんで作りました、ケーキを。もうなんか親の誕生日にケーキ手作りするとか、なんかどんだけいい子なんだろうって思ってます。やばい、マジで本当に最近料理のモチベが高いんですよ。私もう料理までできちゃったらどうしようっていう、なんかその欠点を探せない、探すことが難しい。これからどんどん作っていい女になろうかなと思います。ということで向かっていきます、レッツゴー。はい、ということで私今から宮城に帰省します。で今から結構ちょっと新幹線の時間が多分ギリギリで、今が急いでスキップ買って新幹線に乗り込みたいなって思います。今日はブーも一緒に宮城に帰ります。はい、ってな感じでちょっと宮城に着いたらまた回していきたいなって思います。行きます、バイバイ東京。はい、ってなわけでばあちゃん家来たらばあちゃんがスカピーの動画見てました。クレマグとのコラボのやつ。うちのここ実家なんで私のちっちゃい頃の写真がいっぱいあります。じゃじゃーん、あたち、これコンテスト出た時のあたち。じゃじゃーん、私の成人式の写真。じゃあこればあちゃんにお土産持ってきたの、ディオールです。ばあちゃんには美容液です。これが美容液、こっちクリーム、これはあの塗ると6歳若返りますって言われました。暑いね。あ、何してんの、危ない。小さい頃の写真がいっぱい飾ってあるんです。この家はディズニーのもので溢れています。ディズニーと K-POP だって K-POP のアクリルアクスタの隣にうちらのアクスタ置いてあるから並びが。ただいま、みなさん見てください、バセのキットカット、めっちゃそのまま持ってきた。じゃじゃん、じゃじゃん、バセも久々の YouTube 出演だから、レイがバセにおやつ買ってきたよ。いい匂いする、記念撮影。バセてかバセ今日裸じゃん。ああバカ、勝手に撮んな、お前撮られた。バセなんか凶暴になってる。ねえメイがあげようと思ったの。待ってメイ動画撮るから。危ないな。見てバセ、メイが作ったチーズケーキ、バセは食べれないです。なんかわいい、なんかキモくなっちゃった。じゃじゃーん、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアママ、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。思春期の時ってさ、ハッピーバースデーの歌を歌うのとか恥ずかしいよね。わかる。そんな時期はもう脱却しましたけども、恥ずかしかった時はあった。ほらみんな見て、ちゃんといい感じ、うん、いただきます。どうぞ。え、トロトロ、え、これ本当のやつ。そうだよ、うん、ママにレシピ聞いた。うまい。うわうま、なんかトロトロ、うまっ、おいしい。うまいらしいです皆さん。てか今日の企画は家族孝行をするっていう企画、うん、みんなそれぞれなんで、まあメイはママの誕生日ケーキも兼ねて作りました。なんか下のクッキーちょっと厚めにしてみた。ママ2パックって言ってたけど 3使った。やっぱメイってやればできるよね、昔から。
思わない。バスに服着せないと。ここで皆さんにバスの服紹介します。バスはね、めっちゃ服持ってるんです。バス、バスは服着るよ。あんた全国に出るんだから。うん、かわいい。でもなんかでかくなった気がする。ママから写真送られてくるバスをいつも見るたび、なんかちょっとデブッチョになった気がしてる。メイがママの誕生日にあげたドライヤー、メイも今度ここに泊まった時使います。プリーズチャンネル登録。はい、というわけで今ちょっと別企画での買い物をしに行こうということで車に乗っています。なんかマジで思うのが、うちら兄弟ってなんか学生の頃全然喋んなかったの。でもメイが一人暮らしするようになってから喋るようになったね。だっておはようとか言ったことなかったよね。おはよう、朝最初の挨拶は洗面所前で時計じゃん。そう、メイママによく怒られてたもん、態度悪いって。反抗期だったからでしょうかね、私が。ということで、もうすぐ着くので私はそちらの買い物に行ってきたいと思います。では、はい、ということで実家に帰ってきました。で、ちょっと唐揚げ食べてます。うまい。私のワンちゃんズたちを紹介します。この子はプー、女の子。お前さ、よだれやべえから。かわいいよね、うーちゃん、かわいいよ。で、こっち、ウニちゃん、ウニくんってな感じです。で、上にはニャンニャンがいる、梅。今日の夜ご飯は唐揚げです。はい、ってな感じでママの夜ご飯を食べていきたいと思います。まあ夜ご飯できるまでちょっと時間あるんで、あの編集して時間潰ししていきたいと思います。やめろやめろ、じゃじゃじゃ、やめろっつって。じゃじゃーん、見えない、見せません。豆腐ステーキ、うどんを食べに来ましたが、めっちゃ暑いから。実家に帰ってきて初ご飯は全部外食です。ってことで、私の元バイト先にやってきました。で、 GoPro 忘れたので携帯で撮ってます。で、家族みんなでご飯です。このタレがうまいよな。やばいよ今日ね、まあ、うちの家族だけで2部屋撮ってるんですけど、全部満席。さすが。夜もお昼メニューがあるので、後で大将に移ってもらう。え、俺って言ってたけど。でもあのエスポとのコラボの時にカレーライスうどんを作ったじゃないですか。あれはここの大将に教えてもらったやつなので、それを教えた人ですって出てもらう。だからみんな小寿庵来てください。じゃあメインが来たらまた回します。これさ、比較ができないっていうね、大盛りなのに。洗面器いただきます。食ったよ。うまっ、うますぎて無理。マジこれ食うために帰ってきた。でも毎回さ、平日に帰ってきちゃったりすると定休日になんか会っちゃうから食べれない時もある、まあ、自分でも作れるっちゃ作れるけど、この味にはならん。やっぱりさ、帰ってくると食べないと気が済まないものがいっぱいありすぎて、1日2日で足りないんだよね。全部ラーメンとか麺ばっかだけ。はい、というわけでですね、今企画の買い物を終えて、ちょっと一旦自分の家の方に帰ってきました。で、ここからまあそのディナーに行くので、お着替えなどなどして準備していきたいなと思います。で、全然関係ない話していいですか。なんかさっきキットカットの話したじゃないですか。あのオリジナルのね、キットカットを作ったよみたいな。で、なんか今日また新たにお菓子が届いて、それがこちらです。じゃじゃん、ビスコです。あの
このキットカット作ったんですよって話をキャンビーのビジュアル撮影の時にトラコさんとしてて、で、あ、そういえばなんかそれビスコもあるんですよねみたいな話になって、で、じゃあ作ってみようと思って、本当はなんかクレマグチーム全員分を作ろうと思ったんですよ。そしたらなんか間違えて2個で注文しちゃって、そのデザインがこのカズキとチカコっていうなんか届いたんで紹介しました。ということで今から準備していきます。レッツゴー。はい、着替え終わりました。本日の私の服装はこんな感じになっております。この洋服はですね、今回のこのご飯行く上に買ったやつです。普段こういう服装は着ないんですけれども、まあせっかくご飯行くっていうことで、ちょっといつもと違う服に挑戦しようかなと思って買いました。なんか服迷ってて友達にこれ黒と白どっちがいいかなって聞いたら、めいめいいつも黒ばっかだから白にしたらって言われて白買ってみました。で、ちょっと私はちょっと今ご飯行く前にとあるところに向かうので、ちょっとダッシュでね行っていきたいと思います。なんか思ってる時間なくなっちゃったということで、レッツゴー。はい、ということで今ちょっとずっと編集をしてて、そしたらブーが起きちゃったのであやします。明日は親子保護企画ということで、パパとママと仙台に行くんですけど、ありがとう。明日は後編が出るよ。お楽しみに。